静岡大学のひづめ学長なのは今日、一大学二校案を正式な再編案とするため教職員向けの説明会を開いたことが関係者への取材で分かりました。静岡大学では一大学二校案を正式決定する前に理解を広めるため今日から説明会を開いています。関係者によりますと、ひづめ学長は今日午後、静岡キャンパスで教職員向けの説明会を開き、一大学二校案を正式な再編案とするため理解を呼びかけたということです。静岡大学と浜松医科大学の統合再編問題をめぐっては、2019年、2つの法人を統合し、静岡地区と浜松地区に新しい大学を作る一法人二大学案で合意を結びました。しかし、静岡大学のひづめ学長は先月、一つの大学に2つの分校を置く一大学二校案を浜松キャンパス側などから反対意見がある中でも静大の正式な再編案として承認されたとしていました。一方、浜松医科大は静大側に合意書の内容を守るよう文書を送り、静大と浜医の連携協議会は休会となっています。関係者によりますと、今日の説明会では出席者から一大学二校案は合意書の範囲内なのかなどといった質問が上がり、ひづめ学長は合意書の範囲内とする認識を改めて示したということです。また学内の説明会は今日から来月にかけ学部ごとでも開かれる予定だということです。